ジェンダです。透明のシートということで、もう今ね、もうスーパーとかもうレジでね、透明なシートってこういろんなところでこう貼られてあるじゃないですか。でもあれを見るたびに、あ、新しい生活様式始まってるんだなーなんて感じしますけれどもね、多分ね、これからね、もっとね、いろんなところでね、あの透明なシート増えてくると思うんです。例えばね、洋服屋の更衣室とかね、いや、待てと、お前、更衣室、透明なシートにしたら、外から丸見えだろうみたいな感じしますけれど、いいですか、皆さん。恥ずかしい。感染症対策、これ大事ですね。もう恥ずかしいとかもう言ってられないよ。もうウイルスこう対策した方がいいよ。もうただね、もう逆に透明にしたらね、もう誰も使わなくなるんじゃないかみたいな感じしますけれど、まあ、それがね、一番の感染症対策だったりするかもしれませんね。あとはね、このコロナ禍でね、あの、ブームになったあの、ズームってありますよね。こう、ズーム、もうあれの画面にね、こう透明なシートこう、貼り付けられるようになるでしょうね。いや、待てよと、お前リモートで、あの、透明なシート意味ないから、ウイルス入ってこないからって感じしますよね。でもいいですか、皆さん。最近のパソコンは性能がいい。もう何があるかわかりませんよ。だからもう念のためにこう備えてこう透明なシートやってた方がいいと思うんですよ。ね。でもね、もう逆にもうそれやってしまったら、もう相手がもう誰が何だか、もう何が何だか多分分からなくなるでしょうけれど、やっぱね、対策やっぱ大事ですよね。あとはあの外国のね、あの闘牛のあのマタドールが持ってる布。この布、これからね、透明になるんじゃないかなって思うんですよね。いや、待てよと。お前、透明にしたら、赤じゃなかったら、牛襲ってこないだろ。もう迫力ないだろって感じしますけれど。ね、もう迫力より、感染症対策大事。で、牛に対しても、このソーシャルディスタンス、これ大事ですからね。もう逆にね、もう牛もね、これ赤じゃないから、襲ってこないからって、すごくね、あの、急に保てていいのかな、なんて思いますよね。はい、ということで、まあ以上ですけれど、もう早く本当にこのね、新しい生活様式終わることをね、願ってます。ということで、以上です。どうもありがとうございました。